それでは本日は、まだ間に合うクリスマス気分を味合うリースを作っていきたいと思います。で、リースなんですが、このような、できたリースを使っていただいてもいいし、夜急にやりたくなりまして、リースのベースが手に入らない場合には、このほか例えば段ボールをこのように丸く切っていただくっていうのも一つだと思いますし、あとはこちらは、クリーニング屋さんのハンガーですね。ハンガーを2本、ペンチで伸ばしまして、ぐるっとしてベースを作りました。まあ、このような丸いものだったら何でも OK ということですね。で、せっかくクリスマス気分を味わいましょうということですので、このリースの、ベース、あと、ご用意いただきたいものは紐、または、リースワイヤー。リースワイヤーなどが手に入らなければ、こちらは麻ひもなんですが、麻ひもでも大丈夫だと思いますので、こういったものを使って、楽しんでいただきたいと思います。そして、クリスマス気分ということですが、せっかくですので、植物の香りを楽しんでいただきたいと思うんですが、今日私の手元にありますのは、こちらはオレゴン州、アメリカのオレゴン州からやってきたオレゴンモミですね。こちらは、木と木の間が閉まっていまして、とてもいい香りがする木です。そして、こちらはクジャクヒバという、先端の黄色くなっている、クジャクヒバ。またはこれはコニファーという植物なんですが、まあ、外に生えていればそれを切っていただいても良いかと思います。こちらの方は、ヒムロスギというものなんですが、こういった、コニファー系のものだったら何でも良いかと思います。で、約20センチぐらいのこちらのリースベースにどれぐらいの量が必要かと言いますと、このぐらいの、そうですね、私の、体の半分とは言いませんね、腕の、半分ぐらいのが1本ちょっとと、そしてもしもみが、手に入るようでしたら、こちらのもみがこのぐらいの大きさのが1枚半ぐらいあると良いかと思います。または、ご自宅の垣根を切った残りでも良いかと思います。こういったものを使って、リースに絡げていきます。こちらの、オレゴン産のもみと、そしてこちらのヒムロスギを使っていきます。こちらを、ハサミでちょきちょきと切っていただくんですが、リースは始めと終わりがないようにということですので、右側からと左側からの分と半分ずつに切っておきたいと思います。で、まあ、大体10センチぐらい、10センチってどれぐらいかというと、まあ、親指からこの辺ぐらいまでが10センチですので、10センチぐらいにこの先端が綺麗な部分と、今切りました残った先端のない部分を折り混ぜながら、右から来る分と、左から来る分ということで、こう切り分けていっていただきまして使いたいと思います。この木の部分も後ほど使い方ご説明しますので取っておいてください。でこれをちょっとこの山に乗せまして、で、もみも切ったものを右からの分の分量と左からの分量と、そして先ほどのヒムロスギも大体で結構ですので2分の1ぐらいの分量に分けておいていただくと、途中で足らなくならなくて良いかと思います。で、こちらリースワイヤーを私使っていきますが、まあ麻ひもでも OK、または何もなければ何かひもであれば OK かと思います。ちょっとどかしておきます。で、見やすいようにということで、こちらの方にリースを見せさせていただきまして、で、リースなんですが、今、丸とはいえ少し形がいろいろありますので、横に広がるよりは縦に長くなった方が綺麗だと思いますので、縦に長くなるようにしていただきます。で、こちら10センチぐらい長くしておいていただきまして、こちらぐるりんちょんと2回ぐらい、2、3回ぐるぐると巻いておきます。そしてこの上に植物を乗せていきたいと思います。で、こちらなんですが、このリースは何を表しているかというと、まあ、時を刻む方向に先端が来るように回っていきますので、今切りましたもみの、まあ、ここの先端の綺麗なものを上に乗せまして、そしてちょっと1個しかないものを内側に入れまして、そしてちょん切れてしまいました。まあ、片っぽしかないようなものをちょっと横に乗せましてということで、上、内側、外側に乗せていただきまして、でこの、もみのですね、総丈の、まあ、下の方4分の1ぐらいのところを、こちらのリースワイヤーでぐるっと回しまして、ぎ
ュッと引っ張っていただきます。ですのでこの紐の長さは短い方がやりやすいです。2回ぐらいぐるっと回していただきまして、そしてこの次にはヒムロスギ、先ほどのスギの方を乗せたいと思いますので、また内側、外側、そして上に綺麗なものということで乗せまして、でぐるりんちょんとまた回していただきまして、ギュッと引っ張っていただきます。そしてぐるっと回してギュッと引っ張ってということで繰り返して、リースを作っていきます。で、まあ、上に乗せまして、今度内側入れて、外側入れてということで、太さが均等になるように、そして植物を重ねるときには、2分の1ぐらいは重なるようにしておいた方が、後ほど壁にかけたときにピローンと、中が見えてしまうといけませんので、このような要領でぐるっと回しながらリースを作っていきます。